界に屍の城を築こう。力で世界を支配して、それでどうするつもりだ。どうもこうもない。支配し君臨する、それが全て。ただ支配、それ自体のためだというのか。いや、精霊さえも未来を見ていた。俺には何もない。何も生み出すことはない。だったらどうだ。哀れなやつだ。そういう貴様はどうだ。300年前の過去から蘇った亡霊が哀れでなければ何だというのか。確かに自分もそんな風に感じたこともあった。時代に守るべきものがある。それをお前に奪わせはしない。触れてやろう。よし、無償の痛みを。貴様が得るのは天のみ。削られすぎだ。よし、我が子を身に当てる。なぜ逆らう。ゴーハザード吹っ飛べ。ゴーハザード吹っ飛べ。貴様だけは。支配されないために支配する。それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、虫歯が走る。違う、許し合うことこそだ、強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。導いてくれる者はお前にだって仲間くらいいただろう。俺が覚えた。背中に振り下ろされ無知の火のごとき痛みと幕年に護衛を殺す強者、より弱い者を生贄にして生き延びる弱者、愛だ友だとどこにもありはせぬ。やめる気はないのか。くどい。そんな一人世界を俊敏にかけながら俺に道理を説くとは片腹痛いわ。確かに死を助けたい。俺のわがままか。誰も生き逃げにならずに済むのが俺の願いだ。決して人間にかけてなどしていない。俺と同じ、欲しいものは全て手に入れるというわけ。違う。俺が目指すのは与え合うことだ。ぬくもりを、許しを奪い取るだけのお前と同じなものか。収まる。お前こそ孤独の限界を知れ。